そうよ、だからフランの誕生日プレゼントまだ決まってないの。カクさんに頼めば一発でしょ、そんなん。はぁ、なんであんなペニーワイズが服着て歩いているようなやつにうちの妹のプレゼント任せなきゃならないのよ。ペニーワイズだって服着て歩く権利ぐらいあるやろ。それにカクさんってブーさんのことじゃないぞ。あいつのことブーさんって呼んでんの？やめてやれよ。私が言ってるのはキレイデンの方の。あんた悟りのことカクさんって呼んでんの？心読めば完璧。これが本当のサイコメトリー。それはサイコメトリーとは言わないけどさ。あれはダメよ、頼りにならない。よし、出番だぞ、コロモッチ。はい。有給休暇ってのはね、貴重なんですよ。年に30日、私ほど長く勤めたって30日。申請通るのは20日。そのうち有給休暇出勤が10日。つまり年に10日。365分の10、36.5分の1、約一月に1日。今私は一月に1日の楽しみを奪われています。そんなものよりとっくに奪われてる20日間の楽しみを気にしてやれよ。あなたは自営業だからいいでしょう、好きな時に休めるんですから。失敬な、自営業なめんなよ。言い換えます、週休完全3日制のあなたにはわからないでしょう。うん、俺はわかんね。こんにちは。明けましてメリークリスマス、痛い。こんにちは。誰？銀座の母です。それでこっちがコロモッチ。そのあだ名どこまで広まっているんです？私は長井行くです。行くで結構ですよ。コロモッチは何しに来たの？固くな。そうですね、フランさんがもうすぐ誕生日だと聞いたので、何か欲しいものはと思いまして。そういうのは仲のいい友達とやるんじゃないの？私もそう思います。コロモッチ友達いないんだ、わかるな？あ？もうこの際気にしません、事実ですし。まあそんなわけで、何かございますか？こういうのは直接聞いちゃダメだと思う。私もそう思います。ね。おやかまん坊、これ意味なくないか。私たちなんてどうでもいいんですよ。肝は好みのジャンルを割り出すことと会話をして求めているものを探ることです。言われたものをそのままレミリアさんに伝えるわけじゃありませんよ。私はみんながいればそれでいいよ。何にもいらない。これは想定外。いやいやそんなことないでしょ。ほらガムボールのガチャガチャだぞ。じゃあフランさんは好きなものは何ですか？コウマさんのみんなと、ゲームと、マリサと。遊びとか、食べ物とか。遊びは弾幕ごっこが一番楽しいよ。食べ物は、昨夜の料理と、メイリンの作るお菓子と、お姉様がたまに入れてくれる紅茶と。はい、うん。スカンディナビア半島で行ってみたいところは？変な質問しないでください。ぬいぐるみとか、靴とか、お洋服なんかはいかがですか？うん。ぬいぐるみも洋服ももうあるよ。これは？ほうらサルボボあげよう。どこから出してるの？レミリアさん。あら、何かわかった？アポ先生、あんたはできんのはずよ。やってみよう、やっていいこと悪いこと。全面的に同意だ。許してほしい。許さない。はい、妹さんはコウマカンやレイムやマリサたちと共にいることが何よりの幸せのようです。これからも共に、そして頻繁に相手をしてあげることが何より最高の贈り物になるのではないでしょうか。はぁ、わかってないわね。そんなことは当然だしわかってるの。何か物体であげられるものを聞いてこいって言ったのよ。では濁さず結果を報告します。彼女は知識が少なすぎて今自分の知る限りの中で求めているものを検索することができません。なので多くの情報にさらして教養を得てからもう一度考えることが望ましいです。本来大切に育てられた子供であればこんな無残なことにはなり得ないのですがね。回線落ちしやがった。